皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は総まとめシリーズ丸15物理公式集を総まとめをやっていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは物理重要公式が面白いほど使える本だな。河合塾物理講師の郷田哲也先生が実際に授業中に生徒に配布しているプリントを元にした参考書で、公式集というより、物理の原理やイメージを詳しく書いた本という印象だわ。角川らしくレイアウトはごちゃごちゃしているが、図解やポイントが赤字や太字を使っているのでわかりやすいぜ。のだ、とかせよみたいな言い回しがあるので、そういう参考書の方が読みやすい人にはおすすめだわ。続いてミニマム物理公式集60だな。教科書に掲載された150以上の公式を60個に絞って収録しているんだけど、式の導出過程や例題を通して変形過程を学べるので、実際に使える公式はもっと増えるわ。コラムに次元確認や正しく公式を使うコツ、勉強法が書いてあるのもこの本のポイントだぜ。最後に覚えておくべき物理公式101だな。一つの公式について見開き1ページで導出過程や前提知識、公式のポイント、起きている物理現象を説明しており、出題頻度や、式を覚える上での重要事項、さらに発展させた解釈、確認問題も収録されているわ。隙間時間にも確認しやすい適度な解説量なので、一番のおすすめはこれだぜ。では今回の動画はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。